はい、皆さんこんにちは、パームスの沼田です。今日はですね、ライトショアジギングについてね、ごく基礎的なところから、解説をしていきたいと思います、ね。今までライトショアジギングをやったことがないよと、これからやってみたいんだと、いった方に向けてね、装備品、それから釣り方、ね、それからねちょっとしたテクニック、コツ、ね、そんな形でね、説明をしていきたいと思います。ではね、まず最初にライトショアジギングって何なのかと、いったところからね、お話ししていきたいと思います。ライトショアジギング、これね大きくくくるとショアジギングの中の一つの、カテゴリーという形になるんですね。今ねこちら出てる通り、大きく分けてね、3つショアジギングの中でもね、分かれます。で一番軽いところ、これがね 20g 以下、P15 以下、これをね、スーパーライトショアジギングで、一番逆に重いところですね。でここがいわゆるショアジギングと呼ばれるもので、P25 以上使って、ね、ジグは 60g 以上使っていくよといった大物狙いの釣り、これがショアジギング。そしてこの真ん中に来るところですね、PE1号から2号、そして使うジグが 20g から、だいたい 60g ぐらいまで、ね、この範囲に収まるショアジギングのことを、ライトショアジギングと、呼んで、非常にね、気軽に楽しめるジャンルになりますんで、ここの釣りを楽しんでいこうという形になります。そうしましたらね、まずタックルや釣り方の説明の前に、まずね釣りの装備ですね、ここがね基本になってきますんでね、どういった装備で釣りをしたらいいのかなといった形でね、それを説明していきたいと思います。まずね今、自分が、履いているこのウェーダーとライジャケット、キャップといった形ね、これはね、基本的にサーフ、特にね、春や秋と、いったところのシーズンにね、今あるこういったねサーフを釣って歩く時の基本的な装備になりますね。どの、エリアに行っても最も重要なのはまずライフジャケット、これね、これは、フォーム式といってこう浮力体が中に入っているタイプのものなんですけども、浜の場合はね、膨張式のものを、使うことも可能なんですが、基本的に道具をね結構持ち歩く釣りになりますんで、こういった感じでタックルベストを兼ねたライフジャケット、これがね、非常に重要になります。これはねどのエリアに行っても必ず装備してください。そしてね、2番目ですね、2番目はまず足元を固めると、いった形で、今上田これ履いてますけども、これはね水にこう入っていくための、装備ではないんですね、水しぶきを避けると、いった意味合いの方が、強い装備品です。でいろいろね、ソールあるんですけども、浜だったりこういう砂利浜の場合は、それほどピンの、スパイクのピンがあるなしっていうのはね、あまり、重要ではありません。どちらもね歩くことは可能になりますんで、まずは波よけをしましょうという形ですね。そして、3つ目がこのキャップです。キャップはね、当然日差しからね、守るのと、ショアジギングやっててね、不意にこうパッとジグが外れたりなんかした時に頭を守るという意味合いもありますんで、これも場所問わず必要なアイテムですね。そして、3つ目4つ目がこちら、アイウェア、サングラスですね。でこちらね、自分スワンズの偏光グラス愛用しているんですけども、実際にねこう日が高くなったタイミングで偏光グラスをつけると実際に眩しさがかなり減ってくる、加えてね水の中の様子も非常にくっきり分かるんですね。でそういう意味で、偏光グラスね、いろいろ明度があります。光が強い時用、もしくはね、光が弱い時用、オールマイティっていった形があるんですけども、グレーはね比較的幅広い、光に対応していきます。でこれね
そういった感じでこう光から守ったり水中の中を観察する以外に、ジグがねと飛んできたり、こう魚がね、暴れて外れてきたジグがね飛んできたりした時に目を守る役目もありますんで、日が出てる時限らず、例えば夕方だったりナイトゲームの場合も変更が入ってなくて、今例えばイエローのレンズとかオレンジ色のレンズ、こういったレンズを採用したグラスがありますので、そういうのはね、ナイトゲームであっても、ぜひね着用していただきたいと思います。でここまでがね、浜の基本的な、装備になるんですけども、例えばねこれが真夏ってなるとまたちょっとね状況が変わりまして、ウエダーを履いてると今度ね、結構歩く釣りなんで、脱水症状なんかもね、危惧されます。でそういった場合はね今ご覧いただいているような格好、これね、まあ本当に丈の短いズボン、もう水に入って構わないよといった格好で、足元は、しっかりと砂や 小砂利がね入ってこないようなウォーターシューズで、これで固めてもらって、その他、ライフジャケットやアイウェア、それからキャップですね、ここら辺は共通と、いった形で、釣りをしていただければ、夏場ね気温の高い時期も非常に、快適に釣りをすることができます。で次にね磯場での釣りですね。で磯場での釣りの場合は今度ねウエーダーは、絶対履いちゃいけません。これはですね、磯場から転落した際にウエーダーがですね空気を、逃がさないことによって足が浮いてしまうんですね。もちろんその場合、空気を逃がす方法もあるんですけども、どうしても冷静にね対応できにくくなるという形で、磯に上がるときはウエーダーは、履かずにですね、ここは防水のパンツ、長ズボンですね、これを履くというのが基本になります。夏場はね、スパッツに短パンといった格好で OK です。で磯場の場合はですね、ライフジャケットの着用もちろんなんですけども、今度は足元ですね、固め方っていうのが非常に重要になってきます。で、まあ、スパイクシューズね、いろいろあるんですけども、フルスパイクといってスパイクピンだけが出てるタイプのものであったりとか、フェルトスパイクと呼ばれてフェルトの中からスパイクピンが出るもの、などがあります。でおよそ、大体のねこう石の質とか、まあ、苔の有無とかに考えてい、くと自分の経験上およその場合はフェルトプラスピンといった形のフェルトピンで対応せ、できる状況がね結構多いと思います。ただ弱点としてはですね、道中例えばポイントまで行く途中に、草むらがあったりとか落ち葉もしくはね砂利があるよと、いったようなところだとフェルトピンはね比較的滑りやすいという特徴もありますんで、そこはね、状況に合わせてフルスパイクですね、使っていくという形になりますね。でこれがね、磯場の装備という形で、ね、皆さんまずはライジャケットそしてサングラス、キャップで足元を固めていこうと、いった4つの要素、十分で、気を配って釣りを楽しんでいきましょう。で、そうしましたらね、いよいよタックルの方の、ね、説明をしていきたいと思います。まあ、ライトショアジグと、言ってもですね、まあ、使うジグがね 20g から 60g と幅があります。で加えてね狙うターゲットも、まあ、本当手のひらサイズからね晩秋にかけて、まあ、わらさぶりといったサイズまでね、狙える釣りになりますんで、まあ、そのシーズンごとまたはね場所ごとによってこう適するねタックルが変わってきます。で今回はねそれをおおよそ4つに分けて1つずつ説明をしていきたいと思います。でまず一つ目がこちら、タックルセットの、まあ、自分が使うねタックルセットの例のその1なんですけども、こちらがねロッドがシュワガンエボルブの103の H プラスで、メインラインが1号ですね。で使うジグが30から 40g、 ここがねメインという形になって、まあ、サブで 20g 等を操れるよと、いった形の、セッティングになりますね。まあ、どちらかというとこう軽量なジグを
飛距離を出していこうと、一旦向き持つタックルになりますね。なんで、まあ、例えば関東地方で言えばですね、シーズン初期6月7月に土佐魚が回遊してくるんですね。その年に生まれた魚なんですけども、まあ、そういったね比較的ちょっと小型の魚、ただまあ食ってる餌が小さいよというような状況にもマッチしてくる一本で、シーズン初期はね割とこのタックルセット1と、いった割とライトなタックルで攻めていくことが多いですね。で続いてがねタックルセットその2という形でこちらなるんですけども、ロッドはね先ほどのタックルセット1と変わらずショアガンエボルブの103の H プラス、ここは変わりません。でメインラインがね1.5 号に上がってきます。で、まあ、これによってねある程度のサイズの、魚まで対応することが可能になってくるという形で、まあ、この、ね、タックルセットには、ね、非常に汎用性の高い、セッティングです。で、まあ、1.5 号あると魚を結構強引にやり取りできますし、まあ、例えば駆け上がりのきつい場所磯場なんかで遊ぶ場合もね、非常にね安心してやり取りができる、セッティングになります。で使うジグもね 30g、40g メインに、今度上方向のね 60g と、いったところの出番が想定される際にも、有効なタックルセットという形になりますね。で続いて、3つ目のセッティングですね、こちらはね、ライトショアジギングの中では最も強い、セッティングの例ですね、メインラインを2号まで上げます。でリーダーをね40ポンド前後、これによってですね、まあ、ロッドの方もパワーを上げていくんですけども、ロッドをね103の XH ですね、ここまで上げていきます。で狙いは何かと言いますと、ちょうどね、今時期11月12月と、いったところからスタートする、まあ、ここ今関東なんですけども、大型の魚が回遊しだすシーズンに、まあ、ライトショアジギングで狙おうといった場合はこういうタックルのセッティングになりますね。でこの、バランスでいきますと、それこそ、ね、ブリ、いざかかってもやり取りとしては、非常にね、互角に戦えるといったところで、まあ、スリリングなファイトは変わりないんですけども、安心感が非常に増してきますんで、大きい魚混じってくるよといった場合、もしくはね本当に駆け上がりきつくてどうしても主導権を握んなきゃいけないよといったような際にはね、このようなタックルセッティングで臨んでいきます。で特徴としてはね、まあ、30、40、60グラム投げれるんですけども、場合によってはね、ロッド自体は80グラム、100グラムと対応できますんで、例えば激流の中をね釣っていこうという中でこうボトムがね軽いジグだと取れないよといった時にも、このようなタックルセッティングだと、そういったポイントを攻めることが可能になります。で4つ目ね、こちら最後になりますけども、このねセッティング、先ほどねご覧いただいたいわゆるライトショアジギングのカテゴリーから考えると、一つライトに外れてくる、まあ、いわゆるスーパーライトというカテゴリーと被る、レンジになるんですけども、まあ、ロッドパワーを MH まで落としまして、で使用するラインも1号もしくはそれ以下で、メインで使う時間20-30、サブとして場合によって 20g 以下の 14g とかね、そういったところをキャストするためのタックルです。で狙いは何かと言いますと、まあ、シーズン初期の、ね、小型青物への対応というのも一つなんですけども、例えば、ね、シラスみたいな、ね、いわゆるマイクロベイトと呼ばれる小さい餌をこう捕食しだした魚たち、これは、ね、なかなか大きいジグには口を使ってくれません。でそういった際に非常にシルエットの小さいジグを飛距離を、ね、稼ぐって、しっかり釣っていこうといった向きに合わせたタックルですね。非常に繊細な釣りなんですけど非常に面白いと、いう形で、今回ちょっとライトショアジギングのカテゴリーの一つとしてご紹介させていただきました。で、まあ、以上ね、4パターン、ご紹介してきたんですけども、まあ、時期、ターゲットのサイズ、ね、場所によってね、これを使い分けていくんですけども、まずこれから始めようと、ショアジギングね、ライトショアジギングやりたいよといった方にはね、タックルセット2がおすすめですね。ロッドはショアガンエボルブの103の H プラス、非常に汎用性が高いです。20から70グラムまでキャストできて、で加えて 1.5 号のメインラインがありますんで、まあ、キャストの際の安心感、魚がかかってからのファイトもね、
心に余裕を持ってね、ファイトすることができるという意味ではね、まずは2番あたりから始めていただけると、その後ねゲームの拡張性発展がね非常にスムーズになると思います。はい、そうしましたらね、ここでね僕がメインで使っているジグのね紹介をしていきたいと思います。今ねこちら手元に持っているもの、こちらの金色のもの、こちらがねザ・スメルトで、下側のこちらねちょっとパッドが形しているもの、こちらがね、ザ・ダックスという形で、基本的にはこの2種類で、ほとんどのシーン、自分の場合ねライトショアジグをカバーしていきます。でそれぞれのモデルの特徴なんですけども、まずこちらの細身の、ザ・スメルトですね、こちらウェイトバランス、ほぼ中央よりあるんですが、大きな特徴としてはロッドワーク、まあ、ジャークを入れたりした際にね、反応していく、レスポンス、これが非常に高いというのが大きな特徴になります。で今ねこちらご覧いただいているのが、水中でのアクションなんですけども、ロッドワークをね加えていくとね、このようにパッ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 とね、頭の向きを変えて横方向へね走ろうと、していきます。で、まあ、これによってね、魚のスイッチを入れていこうといった向きにね非常に、有効なジグになりますね。なので割とこう積極的に操作していこうと、いった向きに合うジグですね。で続いて、こちらザ・ダックスですね、こちら見た目の通りねこれ、60g 同士同じなんですけど、こんだけコンパクトなシルエットということで、かなりギュッとこう塊感のあるジグなんですけども、これによってね、飛距離は向かい風の中でも圧倒的に出ます。で加えて、沈むスピードも速いんで、潮がね速いエリアだったり水深が深いエリアなんかをね、狙う際にそのスピードを生かすというのが一つで、まあ、アクションの特徴としてはですね、このジグは巻いてくるとね尻尾をねこうくるくるくるっと、泳がせて、振ってですね泳いできます。でこちらね水中の映像なんですけどもね、ご覧いただいている通り割とねただ巻きでもバタ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 と、泳いでいきます、ね、比較的ねこう横方向に反応してくる魚が多い状況下などでは非常に有効になってきます。で加えてね、じゃあロッドワーク入れた時はどうなのってなるとですね、割とねその場にとどまるような形でキョトキョトと頭をこう回転させていきます。なので大きく移動させずにハイアピールを狙っていくような感じになるので見せて横方向で来ます、いった形でね使うことが多いジグになりますね。まあ私の場合はこの2つ、これがね、ライトショアジリングをやっていく上での、まあ2大コンビといった形になりますね。で続いてね、ちょっとフックの紹介をしていきたいと思うんですけども、このザ・スメルト、ザ・ダックスともにですねパッケージの状態で、アシストフック、それからリアフック、両方ついてます。で今ねこちら手元にあるこれがね、フロントにこれちょっと一番大きいアシスト入れてますか、アシスト、リアに、シングル、これね、西日本仕様という形で、パッケージングされた形のまんまのものなんですが、まあ、東日本仕様としてはね今ご覧いただいている通り後ろがねトリプルフック、の仕様のもの、このね、2種類があります。まあ、いずれのモデルもね、開けてそのままキャストしていただければそのままゲームが始められるよといった形でねパッケージングされています。で、まあ、なんでトリプルフックとねシングルフックがあるんですかという形なんですけども、西日本、割とねこうシャローエリアのロックエリア、いわゆる磯場なんかでね、青物以外の魚もターゲットになってくることがあるんですね。まあ、例えば、ハタ類に代表されるロックフィッシュであったりとかですね、そういった魚を狙う際にも根がかりなくかつね、しっかりかけていくことができるという形で、シングルフックをリアに採用しています。で、まあ、東日本仕様のトリプルフック、まあ、これはね、じゃれつく魚も、なるべくかけていくという形でね他店のトリプルを、採用しています。ね、新しくなったこのザ・スメルト、ザ・ダックスね、ともにね、標準仕様で前に
デコイ製のアシスト、リアには、ね、トリプルフック、まあ、西日本仕様の方は、ね、シングルフックリアに標準装備という形で、まあ、いずれにしても前後にこう針がつく形になりますので、まあ、パッケージ上げて、ね、そのまま、お使いいただくことももちろん可能で、今、ね、釣り始め、青物狙いと特に、まあ、稲田メインになってくるときは、ね、少し、ね、ジグのアクションを大きくしてこう反応を探ったりすることもあるんで、エビになるのを嫌って、ね、リアを外して今釣りをしてたんですけども、ちょっと、ね、ちょっかいを出してくる魚がいるという形で、ちょっと標準仕様の、ね、トリプルフックをリアにつけた形に戻して、ね、こんな形で、ね、もう一度同じように、釣ってきますね。西日本仕様の、ね、リアのシングル、これはね、比較的ね、6章よし、リアね、今ね変えて誘ってきたところ、今まで触ってたやつですね食ってきましたね。ね、何発かね、釣り始めからね触ってたんですね。クイックがね、当たり方がね、決してこうね、派手じゃなかったんですね。なんでね、アシスト1本だとね、ちょっとね、ちょっかいだけ出しておしまいになっちゃうと。今ね、リアに、入れたところで食ってきましたね。ロッドはね、昭和ガンエボル103の H プラス。ラインはね、転売店の今の1号。おいいバイトしますね。結構遠かったですね、食ってきたもんね。ボトムからね、少しねソフトなジャック、よし、見えてきたよ、水面、メインターゲット、あ、稲田ですね。いいファイト、ナイスですね。うれしい、こっちにずり上げちゃいますね。ね、リアですね、やっぱりね、杭がね、どちらかというとね、少しこうやっぱり浅い感じ、後ろから追従してソフトに食ってますね。よし、よし、やったーね。ちょっとワラサまでは届かない形ですよ、まあ、稲ワラといったところですかね、サイズいい感じで、ういし、いいファイト、嬉しい。はい、ありましたね。このポイントね、到着してからね、魚の毛がパパッと出て、でそこで、まずねリア服外して釣ってたんですね。ちょっとねちょっかい出してくるあたりがね何発かと。でまあそこでちょっと吸い込みが小さいかなっていうんでね、今ねリアフック、入れてったところで一発でした ねかかってきたのがやっぱりリアフック、これ今標準仕様ですね。スメルト、ザ・スメルトの40ピンク、ね、グロベヒト、ね、日のね高い時間帯、まずめにねこのサイズ出るかなと思ってたんですけどね、いいサイズ出てくれましたね、嬉しい。くっ、やった。まあ、いずれにしてもね、前後ともに針ついてますんでね、そのままご使用いただけます。でちなみになんですけども、僕がね、青物狙いでよく使うのはこんな形のフックパターン、これが多いんですね。フロントのみの、アシストと
といった形でリアフックを打って取ってしまうことが結構多いです。で実際ね、青物のジグをね見てパッとこう食いに来る時っていうのはね、周りの水をふっとこう吸って食うんです。そうするとアシスフックがね、フロントだけでもふっと口の中に入って、それでしっかりフッキングができます。青物狙いの際はフロント1本でも、ゲームになります。で特にね、激しいロッドワークを入れていくときにリアフックがあると、リアフックはねリーダーをこう取って、まあ、いわゆるエビっていう形になってね、こういった形でね、こんな形で泳いできてしまうんで、まあ、それを防止する意味でも、フロントのねアシスト1本といった形で釣りすることが多いですね。じゃあ逆にリアフックの活用はどうなるのとなるとですね、割とねこう下向きにジグが落ちていくとき、いわゆるポールしていく最中に魚が当たってくることが多いタイミングなんかですと、どうしてもねこういった形でジグが沈んでいきますんで、本体にバイトしてもなかなかフロント1本だとかからない。ただリアがあればそこでフッキングがするよということが一つで、もう一つは、ね、結構ねこう歯のある魚、ライトシュアジグで狙うことができます。例えばね、タチウオ、それからサワラですね。場所によってこう小さい魚をサゴシと呼んでみたりします。でそういった魚を釣るときはね、あえてリアフックつけておきます、ね、そうすることで、まあ、彼らこう吸い込むというより割とかじるようなバイトしてくるんで、そういうときにリアフックが非常に有効になってくる上に、なるべく後ろにかけるとリーダーにね歯が当たりにくいということも期待しながらリアフックをつけることが多いですね。なのでね、まあ、状況に合わせて、リアフックの有無、これをチョイスしながらね、まあ、当然両方つけるパターンもあれば前の人です。場合によってはね、リアだけでも、釣りをすることもあります、ね、そんな形でね、フック一つでもね、こういろいろこう試すことが多いんでね、ぜひいろいろ、試してみてね、自分に一番合う方法、もしくはこの状況だったらこのパターンがいいなというのを見つけていくのもね、この釣りの一つの楽しさです、ぜひ皆さんもいろいろ試してみてください。それではですね、ここでねライトシュアジグの釣り方についてね説明をしていきたいと思います、まずはねキャスティングですね、キャスト、これの説明からいきますね。で、まあ、メタルジグをねこうキャストしていく時の、まあ、一つのね、覚えておいていただきたいことは、このいわゆる垂らしの長さなんですね。結構ね、例えば今までこうシバスやってたよとか、他の釣りやってる方でね、ミノーなんかをキャストする際、まあ、アキュラシー、正確性をね、取っていくにはね、比較的短めのこう垂らしで投げてる、釣りっていうのも比較的多いんですね。ただジグの場合はですね、この垂らしをね少し長めに取ります。例えばこうバットのガイドからリールの間ぐらい、この辺りまでジグ、ね、垂らしを持ってきて、それでキャストをするというのがね、一つこれねコツになります。で目的としては、まあ、竿がね一番パワーがあるのは実はバットなんですね、まあ、太いところで先端に行くに従ってパワーがなくこう弱くなってくるんですけども、垂らしが短いとですね、このパワーの少ないところでここを曲げてね、投げることになるんで、どうしても飛距離が出ないということでね、ジグ飛距離が大切になりますんでね、ここをねいかに曲げていくかということを意識して、キャストしていきます、まあ、そのための一つ目の、いうのがこの垂らしの長さ、だいたいこの辺り。じゃあ実際にちょっとキャストしてみますね。でこの長さを取ったらですね、一度このジグをですね後ろ向きに軽くですね、こう振っていきます。で振った一番最後のところに行ったタイミングで投げていくんですね。でちょっと一度、やってみますね。後ろに振ってキャストです、ね、このような形で投げていきます。で垂らしが長いとね、それだけスイングしていく間にかかる時間、長く取っていくことが可能になりますので、どん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 竿の曲がりが下側に降りていく。でそうすると竿の強いところを使って投げることができるということでね、飛距離稼ぐことができるんですね。でちなみにね、一番最初からこう振り子のように後ろに投げる、まあ、いわゆるこれがペンデュラムキャストと言われるものなんですけども、これがタイミングがねなかなかちょっと
慣れるまでは取りづらいと思います、ね、そういった際はどうするかというとですね、垂らしの長さは同じです。そしたら後ろ向いてね、この位置で一回置きます。でここから少し竿をね突き出すんですよ、後ろに。いきますよ、突き出して、でキャスト。これで原理としては、振り子の釣りと、ね、キャストの仕方と同じ効果が得られますので、一番最初ね、必ずしもこう振り子で投げなきゃいけないよと、いうことではなく、チグをちょっと後ろ目にこうしてあげるようなイメージ、これはね飛距離を出すコツになりますね。もう一度いきますよ、ね、この位置までジグを持ってきたら、後ろはね必ず確認してくださいね。この位置で一回見ます、ジグを。で竿を後ろにキュッと押しますよ、押してキャストですね。これで今、まあ、糸読みで 100m 前後飛んでるんですけども、タックルのセッティングはね、バランスが取れて、で慣れてくると、まあ、無風の状態ですとね、 100m 超える飛距離、十分に、ね、出していくことができますんで、まずはねこういった形から入って、でタイミングがつかめるようになると、いよいよねフルキャストといった形でね、振り子の釣り、キャストに入ってきますね。振り子の、キャストです。ね、こうすることによって、飛距離さらにね今また 10m 伸びていくといった形になりますんで、まずはねこういったね投げ方の基本ね覚えていただくと、飛距離が伸びる分だけチャンスも増えるという形になりますんで ね、これがねキャストの基本のやり方です。でちなみにねキャストするとき、P ラインがね、手元に来るような形になって、まあリーダーも自分の組み目が、外に出るような形にしてますんで、一ひろね約一ひろ凝ってます。でそうするとどうしてもねここをこう指で押さえる形になって、 P ラインがね指をこう傷つけてしまうことがあるんですね、まあ、それを防止するためにねこういったフィンガーグローブ、もしくはね、フルグローブ、まあ、磯場なんかはね手を怪我しないためにフルグローブの方がいいんですけども、こういったね指を守るもの、ね、これもね必須アイテムですね。はい、そうしましたらね今度はねジグの操作の仕方ですね、まあ、いわゆる、しゃくり方と、言われるものなんですけども、まあ、ジグの、場合はねこのしゃくる動作のことをジャークという形で表現をします。ただ、まあ、ショアジグに関して言うとね必ずしもジャークを入れる釣りばかりではないんですね、まあ今からね説明するのはねおよそ3つのパターンに分けて、ご説明していきますが、まず1つ目がねただ巻きという形で、実際にねこうジグをね投げてね巻いてくるという方法です。でキャストねし終わって、まあ魚が例えば水面にパチャパチャパチャっとこう出てればね、着水直後でいいんですけども、まあ仮に魚がないような場合、こういった時は、狙いの層までねジグを沈めていきます。基本的にはね魚けなかったら一回そこまで落としてしまっていい。でその後ただリールを巻くだけですね。食い気のある魚はこれでねグッとこう入ってきます。でこの巻くスピードももう限界ギリギリまで巻いても魚にとってはね十分追いつけるスピードです。なんでこのスピードだけねこれを思いっきり早く巻いてみたり、もしくはねゴックスロー、ね、ジグがゆっくりこう、今ダックス使ってますけれども泳いでくるようなスピード、ね、これをねどこのスピードで当たるかなというのを探りながら釣っていく。これだけでも十分青物はね反応してきます。投げます。で投げて狙いのレンジ、沈めてそこから巻いてくるという形ですね。でそこでスピードを探していきます。でね、今こちらご覧いただいている映像なんですけども、これねちょっと別の時期に撮影した映像です。このようにね巻いてくるだけでね、ヒットしてくる魚、
ね、こちら、今これシーラーです ね, ねこのような形でね反応してきます。さらにねこちらまた別のシーンなんですけども、このようにねただ巻き十分ね魚が反応してきます、ね、まずは、釣り始めで、難しいことは全くありません、どうやろうかといった時はまずは投げてまず巻いてみるといったところから始めてください。で2つ目がね今度は竿をね動かしていきます。でその動かし方が、まあ、基本的なのが1回しゃくってリールを1回巻くといういわゆるワンピッチのジャークと呼ばれるものなんですね。ちょっと実際に、やってみますね、キャストしますね。で狙いのレンジまで沈めていく操作はこれは共通です。でここから自分が狙うレンジですね、竿までジグが行ったら竿をですねこのように煽っていきます。これがいわゆるジャークです。でこれを同時にですねリールが一回転していくとこれがいわゆるワンピッチのジャーク、ワンピッチのワンピッチ、ワン一つっていうのは一回しゃくるごとに一回転、ね、でこれもリズムは様々です。速いピッチで刻んでもいいですしごくスローで誘ってきてもいいです。でこのピッチとピッチねしゃくってるジャークとジャークの間この間にジグが横方向に滑走するんですね。これによってただ巻きでは得られないねジグの動きふーっとレーダーがパーパーッパーッとこう動くイメージなんですね。でそこが、ちょうどね魚にとってはルアーに対してこうバイトをしていくタイミングになるんで食わせの間にもつながるという形でね、こちら今朝の映像なんですけども、でまあ、今釣ってるところはね駿河湾の浜の中でも比較的ね水深の浅いエリアなんですね。でまあこういうところはこうしゃくっていくもしくはねリトリーブして釣っていくと割とねボトムから表層まですぐにこう探れてきちゃうんで一度ないし二度ぐらいボトムを取り直しながら釣りをしていきます。いやー綺麗、ね、今ねもうちょっとしたら富士山も綺麗に映ってきますけどね。今度はね少しピッチの遅いワンピッチで特に、回遊魚、代表的なところで、まあ、稲田、まあ、場所によってね、ハマチ呼ばれる、まあ、ブリ出世魚なんでね、小さいところから名前変わるんですけども、まあ、稲田それからショゴでソーダガツオで、まあ、当然地域によってはね平間さんも入ってくるんですけどもことね、カンパチに関しては割とね幅広いアクションに反応してくるんですね。でごくまあスローな釣りから、非常に速いピッチのジャカ巻きまでね多彩なルアーのアクションに反応してきます。でそういう意味ではねいろいろ試した方が好結果が得られます。ここでもう一度ボトム取り直しますね。イメージとしてはねもう、まあ、今投げた先で10メートルあるなしなんですね水深が。でそうなってくると
まあ、一応上下から上までこう探り切ったら一度ボトムに、落とし直して再度探ってくるという形で、餌となるね小魚の栄養によってだいぶこう魚がね、まあ表層から中層、低層、ボトム付近という形で、どこに着くかわからないんで、一応ね朝一番はいろんなところ可能性を探って、で反応が得られればね、よし来た、やりましたね、しょぼフロッドはね103 X1 ジグは、スメルトの今ねこれね 60g のねグローピンクですね。気持ちいい当たり方してきましたね。少しねストローク、まあ、弱の幅、短くして、よし上がってきますよ、よし、うわね、今いい当たりガツンとありましたね、これね、今西日本仕様の、ザースメルトリアシングルがついてるんですけど、まあ、標準仕様ちょいきなり、1個の銃に2匹かかるちょっとね重かったんででかいかなと思ったらですね、上下の針にかかってくる、ね、ジグはザースメルトの今60g ね、でねえ、いや楽しい、これがね結構あるんですよね結構こう複数で追ってきた魚はねスイッチが入りやすいんで食わせやすいというところですけど、楽しいでね、このようにねワンピッチ入れていくんですけども、1回のね例えばこうキャストしてジャークしてくる、まあ、ワンピッチジャークねしてくるときも常に同じリズムだけだと見切られることもあるんで、まずは魚にね気づいてもらおうという形で早くしゃくって、で追ってるな追ってるな追ってるなって思ったところで少しこうゆっくりのジャークに切り替えてみるっていうような形でね、いろいろこうスピードとリズム、それからこのジャークの幅ですよね、これを調整していくことによっていろんなパターンでこう攻めていくことができるんで、まあ、ライトショアジギングの攻め方の幅が非常に広がるんですね。これはね、最初はどうしても、ギクシャクしてしまいがちなんですけども、慣れてくるとリズムがつかめてくると思います、ね、もし難しかったらですね実際にキャストして沈める、そしたらまずはただ巻きしてみる、でその間に一回しゃくってみる、しゃくってみる、でそれがリズムになってくるとワンピッチねできるようになってきますんで、これでね、より釣りの幅が広がってくると思います。そしたらね3つ目なんですけども、3つ目はねいわゆるジャカ巻きと呼ばれる方法です。でこれねジャカ巻きっていうのはねジャカ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 って巻いてるんでいわゆるジャカ巻きと呼ばれるんですけども、具体的なやり方はこちらですね。ジグキャストし終わったらですね、巻いてくる方、やり方としてはですね、竿を一回煽る間に手前に竿を来ますね、その時にリールが向こう側に押す感じです。で逆に竿を倒す時にリールをこっちに持ってくる感じ、これを連続で行うんですね。こんな感じです。いわゆるね自転車を漕ぐようなイメージかな、両足でねこうやってね左右が、バラバラになります。でこれ見せ方のイメージとしてはですね、小魚がこう頭振りながらこうかなり速いスピードでこうやって泳いでくるような、そんなイメージでジグを操作していきます。もう一回やってみましょう。
狙いの場所まで沈めたら、煽る方向ドリルが逆の回転ですね。ジャカ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 、ね、これがね代表3つ代表的なね、誘い方の一つ、ジャカ巻きと呼ばれる方法です。でまあ、今ね、ご紹介したこの3つの方法、タダ巻き、ワンピッチジャーク、そしてジャカ巻き、実際の釣りではね、この3つを複合してね、融合して誘っていくことが多いですね。で例えばこう着底したジグ、ね、そこについたよっていったジグをまず最初は早めのスピードでタダ巻きしてみる。魚がわーっとスイッチが入った、で食わせの間を入れるためにそこからワンピッチを入れてみる、ね、もしくはね、逆にワンピッチで魚に見せてからそこからジャカ巻きに入ると、今まで見てた魚が、あ、餌がいるって思ったのがヒュッと逃げ出したところでポッとバイトしてきたりっていうような感じでね、こうイメージしながら釣っていく、こういった形でね、ジグを操作していきます。そうしましたらね、実際に、今度ね釣りをしていくわけなんですけども、そんな中でもね、なるべくこうトラブルを少なくね、していくとよりスムーズにね釣り展開することができます。そのためのちょっとしたコツなんですけど、それをまあ一つ二つちょっとご紹介していきたいと思います。まずね、初めにね、着底を取るためのスムーズな、方法という形でね、余分な糸吹きを出さない方法ですね。これちょっとご紹介していきます。まずは、ね、キャストしていきますね。でキャストし終わるですね。ここで糸止めてあげて、ここから今ジグが沈んでいくんですけども、ここをねこう手放しのまま落とさないんですね。僕の場合左手でこうやってスプレージに押さえるんですけども、少しだけテンションをかけながら落としてあげます。でこれによって、例えば今日今無風ですけども、風が吹いてる日とかは落としてる間に余計な糸吹きがブワッと出ちゃうんですね。そうするといつジグがそこについたか分かりにくくなってしまう。でこれを防ぐために今みたいに、ちょっとずつちょっとずつ、テンション少しかけて落としてあげる。でこれによってね、着底することが、感じることができます。でこれはね、風ばかりではなくてね、例えば潮がね速いようなエリアであっても同様なんですけども、糸がどうしてもねたわんでしまうと、着底したのがいつなのかなっていうのが分かんなくなってしまう。そうすると、着底した後ね、こうなかなか操作しないとですね、ジグがそこを引きずって、例えば根がある場所だとジグがそこで根がかりをしてしまう、いうことにもつながりますんで、今みたいにもう一回やってみましょう。キャストして、これ例えば人差し指でもいいです。こうやってやって、今からジグ落ちていきますね。落ちていくときに少しずつ出るように少しテンションかけたり、で実際に着底するとね、ふっとテンションが抜けますので、これが着底した合図で、ここから誘いに入っていくという形でね、釣りをしていくと、まあ、根がかり回避もなるし、魚の多くはね割とこう下にこう沈んでいくジグを魚が見てるんですね。でそこに一回ポンってついてからすぐにとジグが動き出すと、追ってきた餌が逃げちゃうと思って、着底後すぐにパッとバイトしてくることがあるんですね。まあ、それを狙うためにも、なるべく着底感知してすぐに誘いの操作に入っていくというのが、ね、結構重要になってきます。そうしましたらね、ちょっとしたコツその2でございます。これね、ちょっと竿の角度なんですね。誘ってくる時の竿の角度、これがね、状況によって少し変化させることで、よりね思い通りにジグを動かすことができます。実際ちょっとやってみますね。通常今みたいになぎの状態で、竿を、振っていくような状況下ですと、まあ、竿の保持角、例えばタダ巻きなんかだと、ね、こういった角度で
誘ったりね、まあ、しゃくってこう行くわけなんですけども、これが例えば足元の波がねかなり荒れてるよといったような状況の時は少し高めに保持した方がいいです。でこれによってねこう巻いてくる波にラインが取られなくなるんですね。でこれね砂浜の砂って結構糸を傷める原因になります。でそれにね巻かれるとね結構ラインが傷んでしまって、いざ魚かかったよっていった時にメインラインから切れてしまうということにもつながりかねないんで、なるべく波に巻かれないように、ね、これが一つ。そしてねもう一つ、このジグの誘い方なんですけども、例えばこう表層にね、魚がババババッとこう出てきて、これいわゆるボイルと呼ばれる、現象でね小魚を追っかけてたりすると、当然狙うのは表層になってくるわけですね。でそういった場合に例えば竿を高く保持したままその表層に出てる魚を狙おうとするとですね、ジグがどうしても水面出やすくなります。であえてねジグを水面に出すといった際にはこういった方法有効なんですけども、その水面下、ね、例えば30センチ釣るような場合は竿をねこの位置まで下げます。でここでこういった形で同じジャークでも下向きのジャーク、もしくは下向きの竿で保持してただ巻きといったような形にすると、一定のレンジ、ね、水面直下をこう引いてくることができます、ね、こういった感じでね釣りをしていくにあたっても竿の角度ねちょっと調整してあげるとね、その場の状況に、ちょうどアジャストできる、ね、そんなコツの一つですね。そうしましたらね、どのような場所が、こういったライトショアジギング、青物を狙っていくのに適した場所になるかなといった説明になります。例えば今自分がいるようなこういう浜ですね、サーフと呼ばれるエリアなんですけども、特に急進のエリア、いきなり深くなってくるエリアっていうのはですね、割とポイントの見定めが難しいんですね。こう何も一見すると平ら、何もないよという形でどこ狙っていいのかなっていう考えちゃう。でそこでね、当然魚が水面バチャバチャ出てれば狙うんですけども、それもないような時はですね、今ちょうど潮目が出始めましたけどもね、ああいった形で、ね、ちょっと波のないようなエリアがこう線上にねふわっと出てくるんですね。でこれがね潮と潮がこうぶつかる、その証拠なんですね。あれがでこの場所にですねプランクトンが溜まって、ね、そこに小魚が集まって、で最終的にそれをこう捕食する青物が集まるといった形でね、あれね結構大きなポイントの一つになります。なんでまあパッと浜立ってね、最初どこで釣ろうかなと思ったらですね、まずは何も変化がなければ潮目を探すというの、これ結構大切です。でその次にね、例えば明らかに沖に、沈み目ですねがあったりとか障害物がある、もしくはね、魚がつきそうだっていう、ストラクチャー、人工構造物なんかがあれば、そういう際を探ってみるといった形で、まあ、一見こう何も変化がないなと思われる中もちょっとした変化を探して釣っていくというのがね釣果につながります。で最後にですね、ちょっとねバラしにくい方法というのをねお話ししたいと思います。実際ね、魚大きめでかかります。でどこでね一番バレやすいかっていうと、実はね足元なんですね。でどうして、まあ、そこでバレちゃうのってなると、ここでね糸の張り、いわゆるテンションがふっと抜けて緩んでしまうことがあるんですね。でそれによって、かかってた針がポロッと外れてしまうということがあります。で釣り始めね、例えば大きい魚がかかった時寄せてくる方法としてポンピングと呼ばれる作業でね、今ちょっとご覧いただいてるんですけども、竿を立ててリールを巻いて倒しながらね、竿を立てて今度倒していく時にリールを巻くといった形で寄せてくるんですけども、この時も糸は緩まないようにしていきます。でなおかつこういった浜で、釣っていく際もですね、最初のうちはですね波打ち際魚見えてもそのままずっと巻き続けちゃう、ね、ドラグ設定さえしっかりしておけば、高い負荷がかかっても糸じっと出ていきますんでね、最初はねそのまま巻き続けちゃう、魚が見えてふっとこう安心しちゃうとそこで結構バレちゃうんですね。なんでね最初は巻き続けて、で自分も下がっていくと、いった形で、ね、魚を釣り上げてしまうのが結構、ね、バレない一つのコツです。
はい、そうしましたらね、今自分が身につけているこのフローティングベストの中身ね、どのようなものが入っているか、ご紹介していきたいと思います。まずね、タックルボックス、ね、ジグを入れてねいきますね。メインポケット、まあ、ここにリーダーも収めてしまう、いった形でね。で次これね、フライヤーです、ね、結構ね落としやすいんでね、こういうスパイラルコードつけておくと紛失しにくいですね。で3つ目が、ここに今ねこれゼクサスなんですけども、ライト、入れてます。まあ、朝間詰めないしね夕間詰めっていうのが一つチャンスタイムになるんで、なるべく暗いうちからついて朝間詰めを打つ、もしくはね夕間詰めちょっと遅くまでやるよって言った時はライトが活用されるんで、まあ、邪魔にならないうちに一つつけとくということですね。でこちらにはこういった形で、リング類ですね、それと、替えのフック、ね、こういうのを準備しておきます。でちなみにね、自分の場合はジグとね、ラインの接続はソリッドリングとスプリットリング、そのスプリットリングにジグをつけるという形なんですけども、まあ、強化された、スナップであれば、まあ、対青物のゲームにおいても、使えますんでね、スナップを使う場合はちょっと強めのスナップ、使用されることをお勧めします。で、あと背中ね、替えのリールのスプールだったり入ってますね。あともう一つ、これフィッシュグリップなんですけども、ちなみにこのフィッシュホルダー、これ今ねちょっと新しく作っている革製品なんですけどね、こういった形でフィッシュグリップね抜いて、実はこのホルダーが一回差し込むともう落ちないという形で、非常にこう使い勝手のいいホルダー、これねちょっとサムライクラフトさんとのコラボで今作ってますんでね、後ほどまた製品ご紹介しますけどね、こういった形で、まあ、プライヤー、ジグ、リーダー、フック、スナップ類、そしてフィッシュホルダーと、いったのがベストの中身ですね。で最後にね1個だけ、まあ、浜の場合はね持ってかないんですけども、磯場行く時に、まあ、ベストの中には入れていかないんですけども、携行品の一つとしてですね、これ救命のロープです。で磯場行く時はね、単独長考をなるべく避けてですね、できればもう2人以上で行って、万が一、あればですね、まあ、こういったロープを活用するという形で、まあ、備えあれば憂いなしという形になりますので、ね、使わないのが一番いいんですけどもね、一応準備だけはしとこうという形で持ってっています。まずは、ね、何はともあれベストをつけて安全な釣りというのを心がけてください。